オペニンジアナはフロスとしてリリースされているイルーモスをカーネルとするディストリビューションである。オパンセラリスがオラクルによって打ち切られた後にオパンセラリスからフォークされオパンセラリスのコードベースの開発と配布を継続することを目的としている。プロジェクトはイルーモスファンデーションの参加で運営されている。プロジェクトの目標はデファクトのオパンセラリスの 後継ディストリビューションとして無償のセキュリティやバグの修正を必要とするサーバーに採用されることである。プロジェクトインディアナはもともとサンマイクロシステムズによってオパンセラリスのソースコードを元にしたバイナリディストリビューションを構築するために始められた。オペニンジアナはオラクルによるサンマイクロシステムズの買収交渉の進行中に広く用いられている。 オパンセラリスをベースにした OS の入手可能性と、さらなる開発を確かにするために開始された。開発コミュニティに関する不確実性のため、一部の開発者たちは既存のコードをもとにフォークを行うという暫定的な計画を立てた。これらの計画はオラクルによるオパンセラリスのサポート中止によって実ることとなった。 オペニンジアナプロジェクトの正式なアナウンスは2010年9月14日にロンドンのディスクセンターで行われた。OS の最初のリリースも同時に行われたが、テストはされていなかった。テストされず、リリースが行われたのはオラクルがソラリス11エクスプレスをリリースする前に行動を起こすため、オペニンジアナの開発チームが立ち上げ日をソラリス11エクスプレスのリリースが行われるオラクル。 オパンワールドより先に設定したためである。オペニンジアナのアナウンスは好意を持って受け止められた。350人以上がオンラインでのアナウンスを見、ISO イメージは2000回以上ダウンロードされ、ツイッターアカウントは500以上のフォロワーを獲得し、いくつのも IT 系ニュースサイトがリリースについて記事を書いた。アナウンスの放送の帯域は350メガ b p s に達した。 パッケージ配布サーバのトランフィックは計画の20倍を記録し、より多くのスレッドが割り当てられることになった。しかし、皆が好意的な報道を行ったわけではなかった。一部の記事は Linux によって市場が奪われたことを引き合いにソラリスとの関係を疑問視した。ある記事はオペニンジアナの,の立ち上げに対し批判的であった。その記事は未テストのビルドをリリースしたことや、 リリーススケジュールの確約がないことをもとに、プロジェクトにおけるプロ意識の欠如を指摘した。オパンセラリスのバイナリディストリビューションがソルリシックスプレスに移行し、オパンセラリスの更新がリアルタイムで提供されなくなったとき、オラクルがコミュニティへのソースコードの提供をやめたら、オペニンジアナはどうなるのだろうかという懸念が広がった。しかし、開発チームがソースコードの提供元を、 イルーモスファンデーションに変更する意向を示したため、この懸念は和らいだ。オペニンジアナの構築に用いられているオラクル製のコンパイラーがフリーに利用できなくなる可能性があることに対する懸念も存在する。これに対し、オペニンジアナはオープンソースの GNU コンパイラコレクションでコンパイルできるように改変を行っている。コンパイルされた場合なりが多くの機器で起動可能となり、 安定動作するように作業が続けられている。HCL は多少略式であり、断片的であり、集約されていないため、ハードウェアの選択には、エンドユーザーによる調査が多く要求される。包括的で集約的な HCL が存在しないのは、デバイスドライバユーティリティがオパンセラリスの一部であり、現在はオラクルの管理下となっている。 サンマイクロシステムズのメールアドレスを用いているのが原因かもしれない。オペニンジアナは技術的にはフォークであるが感覚的にはオパンセラリスの後継である。プロジェクトはソラリス11やソラリス11エクスプレスとバイナリ互換のシステム VKOS を提供することを目的としている。しかしながらオペニンジアナはオパンセラリスのように OS、ネットをベースにするのではなく イルーモスカーネルをベースにする予定である。オペニンジアナは、オパンセラリスと同様に、IPS パッケージシステムを用いる。当初は、オペニンジアナのコードはオラクルから公式に手に入る、コードの大部分をベースにしていたが、現在のリリースは、イルーモスをカーネルとして利用している。プロジェクトはコードを、サンスタジオといったオラクル製のツールに依存しないように、することにも力を注いでいるが、これは、 プロジェクトの主な目的ではない。オペニンジアナの最初の開発版リリースビルド147は2010年9月14日にリリースされ、2番目の開発版リリースビルド148は2010年12月17日にリリースされた。3番目の開発版リリースであるビルド151は2011年9月14日にリリースされた。これはイルーモスをベースにした。 最初のリリースである。2014年2月14日より、ヒップスターの開発コード名が用いられ、2016年4月21日に最新のヒップスター開発版が公開された。ありがとうございます。